これどうします、動画のタイトル。レッドクリフを買ってみた。買ってみた。なんか簡単すぎ。まあいいじゃないですか。いいですかね。まあ、私が買ったんじゃないんで、あ、奥部野さんが買ったんで、ちょっと便乗で8万で、はい、なんか久しぶりに買い物して、そうですよね。でこの着弾動画だってあのフィッシングの時なんですよね、11月ですよね、去年の。やばいな、緊張しましたけどね。あの時結構はっちゃけて、あれ結構好評だったんですよ。でも台風来るっつってて、はい、ね、なんとかこの時間だけ雨降ってないんで、はい、ちょっと急いでギリギリセーフで行きましょう。はい、行きますね。はい、行ってきます。はい。はい、やっとね中に入れたんですけど、まあ、やっぱりね腰痛が厳しいようで、結構腰にね手を当てられてますね。はい、あ、おレッドクリフが、おついに奥文吾さんのね、手に渡ったようですよ。はい、もうそろそろね出てくると思います。はい、お、なんかしてますね。あ、お、来た、来ましたよ。めっちゃ笑ってる。はい、名前出していいですか。名前出していいでしょ。もうどうしようもないですもん。あ、まあもうバレてますもんね。はい、買いましたよ。お、来ましたね。レッドクリフ、お、レッドクリフ、はい、もうなんか歩きながら開けします。緊張しますね。そうですね、ちょっと久々の着弾動画。着弾動画インクルマ、はい。今日はちょっと訳あって車で、お、車で、ポンコボさんと手が結構震えまくってもう踊ってますよ。すいません、塩付け8、8ですね。あ、めちゃきれい、え、綺麗じゃないですか。ダークタイプっていうから、はいはい、あのエメラルドフィンみたいなやつちょっと想像してたんですけど、あ、なんかめっちゃ綺麗ですね。やっぱり綺麗じゃないですよ。お、とかですか、ヒレ光やば。よいしょ。ヒレ光ほんとやばいですね、これは。マザハルやばいな。やばいな。タルミンですか。タルミン、タルミンやばいっすね。タルミン、タルミンやばいっすね、これ。おお、体型もいいっすね。いいっすね。うん、光体型とか出たら最高ですよね。背びれもね、錠がいっぱいあるんで、光体験もいっぱい生まれそうですね。お、こちらの卵産んでる。お、産んでますね、これ。タルミンすごいな。タルミン、なんかもう自分タルミンって言ったら怒られそうですけど。タルミンって産んだことないですね。いやー、すごいですね。すごいですね。いや、綺麗やな。これはもう明日取りに行ったら頑張ってもらいます。おお、やば。うん、やっぱオスもメスも外光も乗ってるし、うん、綺麗ですね。綺麗ですね。もう3ペアぐらい買ってくればよかったですね。行きましょう、ちょっと追加で。無理ですか。無理ですね。いやー、もうがっつり産んでますね、これ。 JMU のイベントも控えてるんで。ああ、そうですね。そうなんです。 JMU さん9月25日土曜日ですね、で神戸で初イベントやるん で、 そうです、ね、はい、全国から。すみません、日曜日です。あ、日曜日ですか。日曜日です。適当です。はい。
おいいですね。これで8万円。これでそうですね、8万円の個体。8万円と10万円って何が違うんですかね。グレードが違うんやろうか。ヒレの。ヒレ長、やっぱ軟条が伸びてるやつが10万とかじゃないんですかね。ちょっとハイフィンとかなんかそんな感じなんですかね。はいはい、でも十分綺麗ですよね。はい、卵産んでるから嬉しい。嬉しいですね。これは嬉しいですね。いや、キッシング大変やったじゃないですか。結構、結構苦しめられましたもんね。もう産んでるから、これもう安心ですよ。安心ですね。いやー、綺麗やな。いいですよ、これ。最高ですか。これは、うん、外光がやっぱすごいな。楽しみですよね。楽しみですね、うん、なかなか乗んないんですよね。そう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 、フィッシングの表現なかなか出にくいし、うんうん、やってみたけど、いやタルミンすごいな。タルミンすごいですね初タルミンって言ってますけど、タルミンとかって怒られますよね。まあ、あの今回の動画だけちょっと許してもらって、はい、いやいいな。ちょっと増えたらいつかあのネタバ YouTube チャンネルに、ああ、もちろん、はい、はい、いつか出させて、はい、3ヶ月後ぐらいにはパパパパッといきますよ、はい、お願いします、はい、ということで今日は、奥文吾さんのね、あのレッドクリフのどこ行った上の方に、あ、こうですね、はい、レッドクリフ着弾動画ですね。はい、いやいいな。いや、現物見れてよかったっす。よかったっす。いや、自分何気にエメキン見たことないですよ。え、マジですか。はい、エメキンめっちゃ綺麗ですよ。そう、そうなんですよ。キッシングまでで止まってるんで、あ、神戸に持っていくんで、はいはい、ぜひお越しください。はい、ぜひ神戸で宣伝入ってますけど、はい、神戸でエメキンたくさん入ってるらしいんで、これでも外光も太いし、はい、うん、ビニールで見るのとまた全然違う、まあ、違うでしょうけどね。今日はちょっとすみません、はい、はい、駐車場なんで、はい、ビニールからですけど、あ、いや外光太すごいです。うん、たるみさんすごいな。いや、たるみ先生本当すごいです、うん、はい、ということで今日は、奥文吾さんのレッドクリフ着弾式に、参加してきましたということで、はい、タイトルはまたちょっと後で考えますですね、はい、はい、では、この辺で失礼いたします。うわ、卵いっぱいついちゃう。本当や、卵プレゼント。いや、僕卵あの半分しないんで、はい、すみません。そうですね、卵の稚魚売りはちょっと、はいはい、ダメです。ダメですね、はい、はい、じゃあ、この辺で失礼します。はい、はい、します。はい、奥文吾さんからね、横見の動画が送られてきました。はい、とてもね綺麗ですよね。体外光もねバッチリ決まってますし、ヒレ光も綺麗ですしね。何より卵つけてるのがもう本当に、買った側からするとですね、大変嬉しいというところですね。まあ、ただですね、このレッドクリフね、まあ嬉しい話ばかりではなくてですね、ここ最近、にぎわしてますね、 SNS を。こちらね、岡山県の総社市にあるムチュメダカさんのね、飼育場なんですけども、レッドクリフをね保管していたところですね、このように、メダカ泥棒というか、窃盗に遭いましてですね、まあ大変ね、残念なニュースがまあ飛び込んできまして、まあメダカ愛好家含めですね、いろんな方が SNS で拡散をしているという状態ですね。で、まあ最後にね、一つ、まあこの、動画をね、まあ撮るにあたってですね、まあこのタイミングでこのレッドクリフをね、題材にした動画を出すのはどうかなと思ったんですが、まあこれまでね、最初から見ていただいた方はわかると思うんですけども、メダカがね、届いたっていうところで、このおっさん二人がですね、これだけやっぱはしゃぐんですよね。ほんとね、いいおっさんですよ。で、いいおっさんが二人で、駐車場でね、ワイワイガヤガヤやってるぐらい、まあ、ほんとに、メダカにはね、夢があったり、こう、人を喜ばせるね、不思議な力があると思います。
で今回ねこうやってまあ、メダカが盗まれるっていうことがねあったので、まあまあ犯人の方がね、見る確率っていうのはなかなか少ないと思いますけども、まあこういうね、ねワイワイガヤガヤね、夢や希望を持ってね、メダカを待ち望んでるね、愛好家が全国にたくさんいらっしゃいますので、まあどうかね、返却されることをね、はい、祈ってですね、まあ、今回そのレッドクリフを題材とした、動画を、撮らせていただきました。まあ、最後ね暗い話になってしまいましたけど、まあ、これだけねメダカ愛好家は、綺麗なメダカがね来るのを、心待ちに、しているよっていうところがね伝わればいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ベル設定よろしくお願いいたします。